崎です。今回はこちら見てわかる通り髪の毛を染めましたということでね、これ染めてきた後なのでちょっと皆様にはまだネタバレしできないんですので、帽子をかぶったんですけれども、誕生日に初めての髪染め許可されて人生初ブリーチですから、この記念すべき瞬間をさすがに動画に収めたいってことなので美容院で撮ってきましたので、一部始終ぜひご覧ください。家族の反応も撮っていますのでそちらもお楽しみ。それではどうぞ。今からブリーチします。お願いします。動画撮ってるなんか硬くなるかな。全然動画撮ってるやつ初めて聞いた。マジめっちゃ黙々とブリーチやってた、やばい。 YouTube やってるんですけど、ブリーチ初めて全部するんで記念に YouTube お願いします。あ、お願いします。はい。締めてないですかね。大丈夫です。結構みんな締めるんですか。人によるんですけど、あんまり根元の薬は強いの使わないね。ああ、結構なんか痛いみたいな。YouTube とか見てると。僕は割と締めるタイプなんで、結構きついですね、ブリーチの時間。ハイトーン。ね、めっちゃハイトーン。頑張ってます。めっちゃやりますよ。やですよね。何々見たよみたいな。超いいそれ。いいんだ。嬉しい。恥ずかしい。恥ずかしいですよ、めっちゃ。確かに嬉しいんですけど、期末テストの結果みたいなの出したことがあるんですよ、YouTube に。それ見たよみたいな言われたんですよ。ちょっと恥ずかしくないですか、それは。なるほど。テスト結果みんな知らないはずだけど、その YouTube 見て知っちゃったんで。そう。でも知られるの嫌じゃないですか、しか。まず YouTuber ってめっちゃ容量食うんですよ。長回しなんですよ、常に大事なとこを逃さないために。そうです、そうです、そうです。だからマジで容量やばくて、携帯持ってるんですけど、でもカメラだと本当容量なすぎて、本当30分とか撮ってたらもうバッテリー切れたりするんですよ、普通に。やば、真っ白。やばいですね。確かにパスタみたいですね。完成です。あ、これで完成ですか。ありがとうございました。意外とこれでも似合ってる。ね、いい。いや、やばい。なんだろう、その学校の先生の気持ちが分かるというか、はい、静かにしてください。あ、落ち着いてねーみたいな。髪の毛切ってるから横向かないでねーみたいな言われるし、横向かないでみたいな言われて、静かにしてくれない最後の時は先生の気持ちがあるよね。そんなある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 。先生そんなことないけど。先生じゃないか。生徒の学級員の真面目な。その時が諦めてない。いやー。静かでしょ。静か。学校で。めっちゃ静かでしょ。学校で。学校でも。何？赤ちゃんとやったの覚えてるんだけど、覚えてるわけないのにさ。そう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 。でも子供ながら俺をあーとか言ってたから。めっちゃ可哀想だから。子供ながら見つけて感じ。見つかった。見つかった。じゃーん。いい感じ。なんか怖いです。なんだこれは。すごいですね。チキで。やばい。
痛まないようにやってみてもすげえ、ただ抜けやまなかったからかわいい。かわいいです。完成。めっちゃかわいい。ありがとうございます。はい、ということで。ということで。お披露目、はい、したいと思います。まあ、ママにはもう見せたんですけど、もうちょっとね、ママはドギモ抜きました。すみませんね。なんで言われたなんか違うんだもん。まあ、結構気に入ってます。私思っている晴れだったんですけど、こんなの高校のうちしかできませんのでね。じゃあ行きますか。行きましょう。はい。じゃあ早速行きたいと思います。お待たせ。普通染めてきた人にそれ言うよ。いやでも本当に言ってた。なんかさ、美化しないっていうかちょっとなんかモテないよね。本当に言ってたよね。ゆうちゃんどう？うん、かわいい。なんか染めあったかね。ちょっとびっくりしてんじゃない？ああ確かに。うん、ゆうちゃんの特に。まだ慣れないからそうやって思うだけで。巻き巻きかわいい。巻き巻きはね。巻き巻きはいい話だけどね。どうかな？さっきめっちゃ黒気になるけど結構。いいけどなんか。ピンとこないなっていう。慣れてないのかもね。だってそうだよ、ママもそうだもん。そうだよね、いつも黒だったからまだ見慣れてないだけで、どうせ慣れてきたら、うん、今でもいいよ。誕生日終わったら染めてもらう。なんで本当に最低なの。でも似合ってなくはないよ。似合ってるよ、うん、だけどちょっと慣れない。現実を受け止められない。慣れてた。はい。はい、ということでですね、こんな感じで私の初ブリーチ、初カラー動画でした。パパの反応も楽しみなんですけど、パパまだ来ないので、パパの反応を楽しみにしたいと思います。パパやばいんじゃない？ね。やばそう。パパに言ってないんだよね、こういう色にするとかは。そうね。でもやっぱハルトと並ぶとすごいわかるわ。ナチュラルな色でしょ、ハルトは。ハルトと同じだったの、髪の毛前の。そう。違うね。全然違う。びっくりしちゃうよ。そこまで染めると思ってないから、さすがに。うん、ママも許可したと思ってないから、絶対、ね、びっくりします。うん。まあ、パパの反応を楽しみにしたいと思います。初めての髪染めでね。はい。めちゃめちゃ嬉しかった。高校デビューへの道。そうです。高校デビュー3ぐらい。3段目。髪染め。したいこと全部できたんだけど、ピアスとネイルと髪の毛とみたいな。よかった。はい。高校デビューはモテるわ。よかったね。なんかちょっと不服そうだけどね。モテるのが、そういうこと？嫉妬してんじゃない？そう。学校の人に。心配してる？心配してんじゃない。モテるのが嫌ってことで。似合ってますよね。でもどうですか、コメント欄で教えてください。でも前の方が良かったっていうコメントがいっぱいあるのでちょっとあれなので、気使ってコメントしてくださいね。結構傷つくのでね、はい、やっぱり下直した方がいいかなとか思っちゃうんで、思ってもそういうのは口チェックでお願いします。でもなんか結構すぐ落ちちゃうみたいなので、またその色の変化もね、そうお楽しみに。本当に2週間か1週間とかでもう落ちちゃうんだって。うん、うん、でもブリーチしてるのでいろんなカラーできるなと思うので、うん、やってほしい色とか似合いそうな色とかあったらぜひ教えてください。ということでこんな感じで終わりたいと思います。それでは聞いてもらって、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ハルルセクシビッシュ。くーちゃん、メイの髪の毛似合うよ。バイバーイ。